改めて松岡秀幸です。年齢はですね50歳ですね。何十から、まあ、この業界でしてますね、うん、そうですね。まあ嬉しいですよ、やっぱり。もちろんもちろん声かけてもらえるっていうことはやっぱり釣り人目よりにつきますし、まあある程度やっぱ年齢が経ったことにまあこの年になって分かることっていうのを経験してきて踏まえたことでやっぱこう分かることが多くあるので、やっぱそこの部分をこう生かしていけるのかなっていう、まあ、チャンスがあるっていうことは嬉しいことですよね。まあ昔から知ってるんで、特に、はい、ルアーもまあ使ったことがありますんで、それはもう全然、はい、何の抵抗もなく、あ、有名なルアーメーカーさんだっていうことはもう重々分かってますから、はい、ただやからオフショアに対してのイメージが全くなかったので、で、まあ、今回その話をもらって、まあ、しっかりオフショアのそういうブランドを立ち上げてやっていきたいっていう、まあ、話をいただいたので、まあ、それならばと、まあ、一からそうしてやらせてもらえるというのは嬉しいですよね。まあ、ファーストサンプル届いた時に、そうですね、見た目のデザインとか、まあ、フォルム自体は美しいし、まあ、こう届いた時にそれパッと見て、まあいろいろあると思うんですけどね、いい線いってるとかいってないとか、もう見た目のこのやっぱ形状とか、まあ、持った感覚でもこうやっぱある程度分かってくるので、だいいところをついてるなっていう印象はありましたね。ただやっぱ使ってみないと、実際ですね、やっぱ、水に浮かべてやっぱ操作してやっぱ分かってくることがあるので、やっぱり大海原でやっぱする釣りなので、いろんな要素があるんですよ。たくさんあるんですけど、やっぱまずはしっかり飛ぶことですね、ルアーの飛距離。あとはもう相手が大きいので壊れないこと、あと使いやすいことなんですよね。これをきっちりまず押さえていってからの味付けになってくるかなとは思うんですよね。そこがやっぱり重要だと思います。一言使いやすいって言っても、まあ、どう使いやすいんだろうっていうのは、まあ、アクションさせやすいということになるんですよね。ただまあルアー自体によりこう何かのパターンにはめたりとか、何かをこうモチーフにして動かしたり、何かの魚に対してですね、それをこう見せるのってちょっとした引く技術が大事じゃないと、まあ、うまくルアーが泳がない、アクションつかないっていうところがやっぱあるんですけど、それをやりやすいようにするのがやっぱ大変なんですね。使うのがやっぱ難しいってなると、やっぱ使いにくいになってしまうんですね。じゃなくてアクションがつけやすいイコール使いやすいっていう方向に持っていくと、そのルアーは魚を呼び寄せる力があるので、そういうところがやっぱ大事ですね。まずはやっぱり九州ですよね。自分ねやっぱり九州で普段やっぱ釣りをしてるので、そこでしっかり魚が釣れるかどうかっていうことを確認してやっていかないといけないですね。九州以外でだったら、まあこのそのルアーに合うターゲットで釣れる可能性のある釣りだったら、まあほぼ全部やらないとダメですよね、しっかり、はい、どのターゲットを合わせてもですね、やっぱ使われる方はいろんな地域でいろんなターゲットでやっぱ使ってもらうことがやっぱ大事ですので、そうしたらやっぱいろんな場所に行ってしっかり使ってみて、で自分がそれをまた、その釣り場に行くことによって、このルアーに何が必要なんだっていうことが、まあ、自分自身も多分分かっていくので、それはやっぱ大事ですね。いろんなところに行ってやっぱりテストすることがですね、これからやっていかないといけないことっていうのが、多分いろんなことが多分出てくると思うんですよね。多分今のリオさんの開発陣の人たちが、ルアー開発陣が、あ、そういうことを考えないといけないんだっていうことがやっぱ多分たくさん出てくると思います、きっとですね。それはなぜかというと、この初期サンプルを見てわかるんですよね。
はい、そういうことなんです。そこからもっといろんなことがあるんだっていうことが、こうなんていうんですかね、ちゃんとお互い理解できるようにうまく進めていくのがいいかなと思うんですよね。やっぱ、自分が経験したものでこれだと良くないですよとか、ちょっと悪い結果になってしまうかもしれないっていう話がちゃんとしっかりできるかどうかなんですね。そこで開発の人とちゃんと話を詰めていけれるかどうかですよね。今はちょっとそこが、大きな課題かなと思います。これを、まあ、例えば聞き入れてもらえるのか、聞き入れてもらえるもらえないっていうのはすごくそのルアーにとって将来変わっていくと思うんですね、方向性が。そこの部分はやっぱできる限りですよね、こう話を詰めながらしっかりやっていけるのが一番いいですよね。もうそこに尽きると思いますけどね、実際ですね、どれだけ理解してもらえるかっていうのが、なかなか口でこんな風にあんな風にっていうことがしっかりその姿形になったものに反映させるっていうのは、まあ私自身はできないからですね。やっぱちゃんとその開発の人が理解してもらって、やっぱデザインしてもらって、バランス取ってもらったり、こう試行錯誤しながらやっぱやっていくので、そこのやっぱ折り合いが一番大事というところですかね。じゃあ必ずいいものができると思います。